かり食べるんやよ。うん、いつでも帰ってきてええんやよ。多分帰らん。網売れるまで帰らんで。三賀主演の映画が福井で上映されたら、サンクでここで網の映画が上映されたら舞台挨拶で帰ってくる。そんない、ほんならこっから網一人で生きね。頑張るんやよ。でも無理せんでな。いつでも電話してきてええんやよ。この度は当映画のキャスト募集にご応募いただき誠にありがとうございました。残念ながら最終選考を通過できなかったことをお知らせいたします。ご期待に沿えない形となり申し訳ございません。成瀬亜美様の今後一層のご活躍を心より願っております。元気元気。ああ、オーディション最終残ったんや。有名な監督さんの映画なんやけどさ。おめでとう。無理したあかんでの。うん、大丈夫。ちゃんと食べてるんか。うん、食べてるって。あ、お父さんが禁煙始めたんやよ。へえ。うん、なあ、まあまたかけるわ。うん、はい、じゃあの。探してる。あ、東京の人か。福井初めて。なら今お昼時やで、いいお店を教えた。ここのまっすぐ行って右にちょっと曲がると隠れ和さんってご飯屋さんがあるで、はい、お腹いっぱい食べてきね。うん、何の。うん、
あ、ごめん無理。おしゃれ、東京みたい。そうか。ほやほや。やっぱ福井やわ。体験ねえの。早欲しいな。森ちゃん、なんかアルバイト興味ある子来てるよ。監督。森ちゃん。監督ってやめてよ。あ、みんな堀さんのこと心配してましたよ。SNS も全部消去して。東京インディペンデントシネマスグランプリの発表いたします。グランプリは芝居にしてたまるか竹中涼さんです。おめでとうございます。では受賞の喜びを。まさか受賞できると思ってなかったんで、本当にもう。来てくれてたんだ。堀監督の作品めっちゃ好きで、新作見たくて。あの時ね、一番面白かったです。いや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 、なんか頭の中いろんなことでうわってなっちゃって。なんで全部つまんねえのにあれが1位で俺のが賞取れないのよ。最低なこと言ってんね。その場で言わなかっただけいいでしょ。確かにね。まあでもここはさ、そういうの言うとこだから。マスターも一杯どうぞ。え、どうしたの？堀ちゃんが怒るの初めてじゃない？いいの？長編撮ろうと思って金貯めてたんすよ。どうぞどうぞ。あ、いいよ、ここで吸って。え、いいんですか？うん。じゃあ、言葉に甘えて。じゃあ俺も言葉に甘えて。あ、どうぞ。いただきます。吸えるようになった？なってないよ。はい、特別。特別です。あらなんかわかります。そう。え、ちょ、堀ちゃん何映画監督やってた？ほんで女優さん。もう撮ってないし。監督の短編にちょっと出してもらって。あ、ほんと。え、てかなんでここいるんですか？なんかいいとこなんでしょ、福井って。え、そんな理由ですか？あ、なんとかランキング4位だっけ。いや、4位微妙やろ。普通そこは1位でしょ。確かに。え、なんだろう。え、じゃあ4位って何だろう。メガネ。焼き鳥も1位。焼き鳥これそれで来たのかな。今日って堀さんの映画見れるんですか？あ、見れる見れる。じゃあ、あんちゃんの見ようかな。上で短い映画やるのよかったらぜひ。あ、いいよ、そんな。マスターの遊びでやってるだけやから。2階になるんで。はい、どうぞどうぞ。ただやば。上がって。階段切って。すごい。アミちゃんも。はい。こちらどうぞ。ありがとうございます。お互いが好きなのに言えてない感じがする2人。それはないわ。リスクを取りなさいって入ってきてるし、なんか迷ってる人なのかな。ラッキーアクション、しりとり、今日二人でやってみて。金髪タロット、今日もありがとうございました。
座ってるとお客さん来ないから。なのにバイト募集してるんですか。そうだね、働く。東京から通っていいですか。東京か、うーん、どう。あ、こんにちは。おー、こんにちは。お久しぶりです。おー、久しぶり。変わらず暇そうですね。おー、誰が暇や。おい、どうぞどうぞ。に出てた女優さんですよね。あ、はい。おー、やっぱり。握手してもらってもいいですか。もちろんです。応援してます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。マジで。ありがとうございます。Keep